キリンのイシボリキュービキツネズイジュとは、古代中国で、この世の動物たちの長だと考えられた特別な4つの霊獣に代表される随調として、姿を表すとされる何らかの得意な特徴を持つ動物のこと。この世には、魚のように鱗を持つ臨虫、鳥のように羽を持つハムシ、重類のように毛を持つ毛虫、甲殻類のように硬い殻や甲羅を持つカブトムシが、 それぞれ360種類いるとされたが、これらそれぞれの軍団の長が前日の随獣である。優れた王者の時代に出現するとされ、さらには王者の裁判が公正に行われる時代に出現する特別な随獣もいると言われる。またアルビノの動物を随獣、随蝶とみなし、白いスズメや白い鹿などが献上されたのを記念して、言語を変える例がよく見られる。随といえば、 中国では一般に、詩人のことを指す。瑞獣の、隋の字は中国では、吉祥、めでたいという意味を表し、瑞獣は、吉祥獣と呼ばれることもある。また、四霊に位置づけられる王竜、鳳凰、霧家を四大随獣と呼ぶ場合がある。瑞獣はあくまで、めでたい動物という意味なので、伝説上の動物でなくても構わない。中国の吉祥獣は、 書道やへ彫刻の中でよく見られる、臨中から言葉んく。ありがとうございます。